政治改革協議会は、政治改革を推進するために、与野党間に設置された協議会である。1970年代から1980年代にかけて、ロッキード事件やリクルート事件などの政治と金の問題が起こり、政治改革の必要性が高まり、政治改革協議会が設置された。 1991年8月、海部内閣が政治改革関連法を提出したが廃案となり、それを受け与野党は政治改革協議会の設置で合意した。1992年4月、与野党の超党派の議員や民間の有識者とで政治改革の実現について協議する政治改革協議会が正式に発足した。細川内閣では政治改革協議会と 内閣や総理府の組織の橋渡し、調整及び政治改革特別委員会で政治改革関連法案に関する事項の審議などを一括して担当する国務大臣を設置した。政治改革担当大臣は日本の国務大臣。正式な発令は政治改革を推進するため行政各部の所管する事務の調整を担当させるとなっているため、 政治改革担当大臣は略称とされる。細川内閣で就任した山原貞田は政治改革担当大臣の職務に関して政治改革は政治倫理、政治資金、国会改革、選挙制度の全体を一体的として進めるべきもので、自治省と十分連携を取りながら全体の総合調整を行うことだと述べている。執務室は自治省内に設置されていた。 ありがとうございます。